はい、こんにちは、にゃんたぬ工房です。今回は前回の続きですね。この前回はここの作法を吹いたところまで工作をしましたが、まあ、今回で胴体完成させたいっていうのが、まあ、目標ですね。で、これ改めて見て思ったんですけれども、ここスッカスカなんですよね。ここだから、ここを何かあのパーツを自作して埋めようかなと今考えています。まあ、ここになんかこうセンサーっぽいものでも入れようかなと思って、センサーか、まあダクトのついた何かを、まあ、まずちょっとあの大元の分を作ってからちょっとそこは決めようかと思っていますが、で、まあここ今鉛筆で下書きしているんですけど、ここへ筋彫りを最終的に入れようと考えております。で、ここにも何かプラ板引き付けようかと考えています。で、他にやることといえば、まあこれってえらく こう見た時にここの部分が奥まってるんですね。だからここをもう切り飛ばして、これを前に寄せようかなと今考えています。結構これって正直ヘキサギア、こことまあ足の部分かで操縦するようになっているんですけれども、よくこれだけで操縦できるなと思うんですけど、他にはだってここディスプレイしかついてませんから。で、これ顔のまんまに来るいうことは、やっぱりこれって単なるディスプレイなんですかね、タッチパネルかなと思ってたんですけど、だから自分はもうここを切り飛ばして、これをここの部分にくっつけて、なおかつここの下になんかキーボードみたいなのをつけて、もうちょっとなんかこう操作にリアリティのようなものを出そうかと考えております。とりあえず一番最初にすることは、ここの肩の部分を埋めるパーツを作っていこうかと思います。で、ダイソーの、方眼紙付きの厚紙ですね。これに一応ここに付けるパーツの型紙を作っております。これに沿ってちょっと軽く試作を作ってみたいと思います。それがうまくいけば、それにディテールなどを追加して完成まで持っていこうと思います。というか今日寒いの、工房8度しかない。まあ昼はぬくくなることを信じましょう。それでは工作を開始します。とりあえず型番の型紙の切り出しが完了しました。こんな感じですね。これがここへこうくっつくようになっています。こんな感じで、まあここへ、こっから予定ではここまで幅を伸ばす予定です。というかここが四角だったらよかった。この丸を切り離すのはな、あとこれをさらにプラ板で切らなきゃなんないですからね。まあいいや、とりあえずやっていきましょう。とりあえずこんな感じになります。まだディテール入れてないからのっぺらにも程があるんですけど、まあもともと横がそんなに見えなかったバルクアームだから、この程度見えれば肩問題ないんじゃないかなと思っ
っております。ここのパーツがちょっと行方不明になった。まあここのパーツ何度でも作れるからいいとして、とかここもちょっと変えようかな。まあとりあえず今度ここへディテールなり何なり入れたいと思います。とりあえずサフを拭きまして、肩の部分はこんな感じになりました。こうですね。まあ細かいディテールはまた別の動画で上げることにします。ちょっと悩みたいので、ここなんかスラスターかなんかつけようかなと思ったんだけど、あんまし前に出すのもなんだなと思って、ちょっと軽く筋彫りした板を貼ってみました。で、ここの横のこの今の入ってる大雑把なディテールは 0.5 ミリのプラ板を貼り付けております。ちなみにここの前方は1ミリですね。で、この肩口の全体のやつは1ミリプラ板で製作しました、まあうまくまとまってるんじゃないかなとは思っています。まあ、ちょっとここ削るときにここら辺が削れたので、別個でディテールかなんか入れないといけないかなとは思っていますが、ここら辺どうするかな。小さい穴を開けるかな、角に。とりあえずこの動画では細かいディテールは後に回しまして、まずは大まかな工作をしていきたいと思っています。まあ細かいディテールまで入れて完成って知ったら各パートがなかなか完成しないので、とりあえずは大まかな形まで持っていきたいと思ってでやっています、思った以上にでかい肩口になりましたね。とりあえずコクピット部分完成しました。これは普通に完成しましたね。こんな感じですね。ちょっとコンソールっぽくないですかね。ちなみにここカポッと開きます。ちなみにこれの工作なんですけど、本来ここに頭の部分こうはまってたと思うんですが、これここの部分で切り離して上下逆につけただけです。それだけでこんな感じで綺麗にコンソールっぽくなってくれました。で、あとは適当なディテールですね。最初ディテールもプラ板とかで作ろうかなと思ったんですが、別に寿屋さん縛りでもないので、他の社のディテールアップパーツなどを使ってこのようにちょっと入れてみました。まあ、ここダサいかなとは思ったんですが、まあいっかっていう感じですね。こんな感じ、コクピット部分は。で、結局ここの合わせ目は消しましたね。ここの見えるところまではもう消しました。そっちの方がいいかなと思いまして。で、あとなんかコクピット部分で言うことあるかな。あ、ここですね。ここ本来こう、どういうことかな。上から見たらですね、
こういう形になっていたんですけれども、こことここの部分で切り離してこういうふうに横に並べてのコンソールとしました。で、最初ここにキーボードつけるって言ってたんですけど、キーボードつけたらなんか邪魔になりそうだったので、ここの中央はもうタッチパネルっていう設定にすることにしました。そっちの方がきっと扱いやすいでしょうということで、そんな感じですね。コクピットうまくいったんじゃないかな、これだいたい思い通りにいけたと自分は思っています。ここ一瞬あれ、ここの部分作り直しかなと思ったんですけど、まさか上下反転するだけで綺麗にこう水平になってくれるとは思いませんでした。はい、ここの後ろの外装の後ろのカバー、要はここですね、これのここにつくパーツですね。ここストッパー入れるの忘れたな。まあいいや、まだここはちょっと悩み中なので、まだここ筋彫りも何も入れてませんけど、ここちょっと悩んでるんですよね今。とりあえずサフ吹いたら、サフ吹いた方が下書きかけやすいからっていうので入れてます。まあこっから平行線を引いてこんなモールドを入れようかなと今考えています。でこれパカッと開けたら裏がのっぺりっていう話をしてたと思うんですが、はめた方がやりやすいな。本来こうでパコッと開けた時にこういう感じでモールド入れて、モールドじゃないディテール入れてみました。これはコトブキ屋さんから出ている蓋になる3ミリ軸かな、あれの蓋になるディテーラーパーツ、名前は忘れましたが、でここの奥に入ってるのはプラバンにラインシゼルでモールドを入れたプラバンですね。まあここは奥の部分は別にそんなに細かいディテール入れなくてもいいかなと思ってここで留めています。もしかしたらですね、ここの角あたりになんかボルトディテールみたいなのを、ディテールアップパーツみたいなのを入れるかもしれません。ちょっと今そこら辺も考えていますので、でこうですね、全てのパーツをつけるとこんな感じですね。もうちょっと型の付け根小さくても良かった気がしますが、まあ今回はこれでいきましょう。あ、ちなみに見えるかな、ここの周り筋彫り入れてみました。でここら辺のディテールどうしようかなと思って迷ってるんですよね。下手に入れるとなんかものすごくおかしいことになりそうなので、でちょっと分かりにくいかと思いますが、ここの部分ですね、これも一応筋彫り入れてみました。こんな感じで、単調な筋彫りですが、とりあえず入れてみました。まだめくりは取ってないんですよね。まあ塗装の時にどっちにしろ
表面処理するので、その時にめくり部分取ろうかと思って今はほっといています。でくるーっと回りまして、こうですね、とりあえずどうしよう、頭つけてみましょうか。まあこれコクピットハッチ閉じるときにちょっと一つ問題が起きたんで、まあ後で説明しますけどね。でこうか、まあ頭つけるとこんな感じですね。すごいごつくなった気がします。まあここのスカスカ感なくなったからいいかなとは自分は思っています。まあこれは一応ここら辺までは頭動きますから、そこまで邪魔っていうほどじゃないかなと思っています。むしろこのくらい大げさな方がバルクアームらしい気もするんでしょう、しますが、どうでしょうか。で、これ、このパーツをつけたんですと、コックピットハッチの開け方が少し変わりました。基本的には変わってないんですけど、まず、これ、下げます。下げないと当たるんですよね。で、これ下げて、で、これをカポーンと開きます。こうですね。コクピットハッチ開けると。ちょっとこの状態ではバランス取れた。で、これこうか。うん。こんな感じになりますね。どんな問題が発生したかと言いますとね、ここですね、コンソール、これさっきのままじゃこうやって閉めるときに、よ、ここの部分が干渉して閉まらなかったんですよね。なのでここの部分、まあここ本来ここら辺まであのここのパーツが来て、ここを削ってさらにコンソールのここの根元残っていた部分を切り取ってこっちへつけることによって、まあちょっとこうした時に角度はこういうふうに変わりますけど、うまくこのようにここ干渉せずに逃がすことができばできるようになりました。ちなみにこれ閉じるときにこれちょっとちゃんと開いておかないと、まあ開くか定位置のところ持ってきとかないと引っかかるんですけどね。まあもともとこれは開くディテール入れてある。まああとここの奥ですね、ここもちょっと今どういう感じにしようか悩んでいるので、ここはちょっといじっていません。でまあさっき何気に気づいたんですけど、4こうやったらなんかちっちゃいバルクアームっぽいですね。いや何気に
コクピットハッチ開いた時に思ったんですけどね。その代わりこの状態だとあのガバナ真下向く状態になるので結構きついことになってると思いますけどね。それにここ手じゃなんじゃつける場所がないんで、手本来ここにつきますから、コクピットハッチこんな感じですね。で、戻すときは普通にここをほんと短くしたんで綺麗にここははまるようになります。スポットで、で閉じて、でこう試しに全体のパーツつけてみましょうか。全パーツつけるとこんな感じですね。手足つけると、お、結構四角い、ものすごく四角い感じになりますね。こんな感じですね。色塗れば多少マシになるかな。でこの状態でコクピットハッチを開くときはまあこう、今これ武器も出してるからあれなんですけど、武器外しとけばよかった、邪魔だ。よいしょ。だからと降りるときはこうしてカポンと開いてこうですね、というか今ふと気づいたんですけどね、さっきからなんか気づくことばっかりなんですけど、これこの状態でなんかちょっと頭身の低いバルクアームっていう感じはするんですけど、どうでしょう。これこんな感じで、なんか頭身の低いバルクアームっていう感じでなんかいい感じな気がするな。なんか簡易変形みたいな感じで、こんな感じ、まあビークルモードっていうほどのものではありませんけど、もしかしてこれを利用したら簡単な、なんかそれなりのビークルモードいけそうな気がしてきたな。まあとりあえずビークルモードはそのうちオプションパーツっぽいものを作ってビークルモードにするみたいな感じでやってみようかな。とりあえず、まあ中間形態みたいな感じでいいかもしれませんね。これはだからちょっとしたバルクアームで作業をするときはこんな感じで、まあ敵が来たりしたらこのように戦闘態勢みたいな感じで、あ、そういうのもいいな、結構、思いがけない副産物が生まれた気がしますね。
そんな感じです。というわけで胴体の工作はもう大まかな工作はこれで終了ですね、うん、で次は、腕の工作に入りたいと思います。腕なんですけど、実はちょっとジャンクパーツを漁っていたちょっと面白いものが出てきたので、これと同時にそれを使いまして、まあこれもこれはこれでディテールアップしていこうとは考えています。まあこれディテールアップってどこをディテールアップすればいいんだろう。まあそれはまた次回ちょっと考えますけれども、これとは別にちょっとパーツが出てきたのでそれを使って、多分それを使えばこの肩非常にしっくりくるとは思うんですが、うん、とりあえず、うん、次回は腕の工作をしていきたいと思います。ということで今回の動画は、胴体改造の後編でした。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。にゃんたの工房でした。